ミュージアムキャラクター立花雷霧丸と申します。よかったら覚えていってくださりませ。さあ、毎週土曜日のこの時間、13時ではござりまするな、もう14時を超えておりまするな、14時、そして午前中の11時30分からは館内パフォーマンスとしておもてなしをさせていただいておるのでござります。さあ皆様、私はこのように白装束になってからというもの、今現在は一月ほどの時が流れております。しかしその一月の間、ずっと出陣するたびに雨でござりました。しかし本日のこの天気をご覧くだされませ。私がこの装束になり、この場にて出陣し、初めての晴天でござります。まことこのような日をどれだけ待ちわびたことが。しかし、皆様影に入っておられまするから熱中症の心配はございませぬがな、ぜひとも皆様水分補給だけはこまめにとっておいてくださりませ。そして塩分も大事でござりまする。水分も塩分もどちらもぴったりなものがあちらのお花の売店にたくさん並んでおりまする。よかったらいくつか買っていってくださりませ。きっとお気に入りの味が見つかるやもしれませんからな。さあ、私このように人としての姿をしておりまするが、実は人間ではないということは頭の中に入れておいてくださりません。私立花雷霧丸は立花家のご神道として立花家を代々守ってまいった刀剣雷霧丸の化身なのでございます。わかりやすく申しますると、刀の妖精、すなわちあの刀剣男子といったところでございまするが、当世の一番人気とやらでございまするか、まさに今現在は私の時代でございまする。さあ、そして皆様、
私、雷霧丸は雷を切ったという伝説を持っております。故に雷霧という名が付けられたのでござりまするが、まあ、私の自己紹介もこれほどといたして、ずっと喋っておっても退屈でござりましょうから、これより皆様には私による名乗り口上を披露させていただきまする。さあ、ではでは皆様、とくとご覧あれ。波間を飛ぶ千鳥のごとく舞い、闇を切り裂く雷神のごとき閃光で、道雪様、宗重様、銀千代姫様の御御柱を守り立てまつる橘家の剣と将来、この身に宿し妙な力を尽くし、我が主にあざなす幹物は、ひたきりにこそ切り進む。我は覇者剣将の田島り、田島な雷霧丸、剣山ありがとうございまする。さあ皆様、あ、なんと私、こたびは少々いつもとはスケジュールが違うものでござりまして、午前中からずっと喋りっぱなしなのでござりまするよ。ゆえに私のお声はこたび若干潰れかかっておりまするが、まあ、そんな私と出会えることはなかなかないのでござりまする。ゆえに私のお声が少々かすれておっても皆様気にしないでくださりませ。さあ、こたびは少々時間が押しておりまするゆえ、これより最終演舞に移りたいと思っておるのでござりまするが、皆様に一つ聞きたいことがあるのでござりまするよ。少々お待ちくださりませな。そう、では皆様、ここ柳川の地にお越しのようでござりまするが、橘宗重様と銀千代姫様を知らないぞというお方はどれほどおられまするか。あ、やはりおられまするな。ではこのお二方はどのようなお方かを軽く説明いたしますると、橘宗重様と銀千代姫様は戦国時代最強と謳われた夫婦なのでござります。そして皆様、橘宗重様は柳川藩、この柳川藩の初代藩主として知られており、西国武将、つまり西日本一の武将である。そしてなんと、少々お待ちくださりませ。名前が急に飛んでしまい申しました。太后様、そう、つまり豊臣秀吉様から九州の一物、つまり九州一の武将であるとしたためた文書まで残っておるのでござりまする。そのようなすごいお方を今現在あちらにも上りがござりまする。大河ドラマにしようという取り組みを行っており申しましてな、ぜひ皆様にもこちらのご協力をしていただきたいと思っております。ただご協力と申しましても、こちらのことを覚えておいてくださるだけで構いませんがな、ぜひとも皆様が宗重様と銀千代姫様、このお二方が大河招致をしておるという事実を覚えておいてくださることでも、大河招致に十分貢献できるのでございまする。ゆえに皆様、ぜひとも今日のことは忘れないでくださりませ。さあ、それではいよいよ私の最終演舞の方に移ってまいりまする。本日の私の最終演目は、稲妻水に照る月。皆様、あ、少々お待ちくださりませな、止めてくださりませな、少々お待ちくださりませ。私の気持ちいいタイミングで行かせてくださりませ。アゲハチョウが飛んでおります。さあ皆様、私の本日の最終演舞は稲妻水に照る月。ぜひともその写真機に、その瞳に、最後に噛んでしまい申しました、その瞳に焼き付けていってくださりませ。さあ、それでは皆様、最終演目
くとご覧あれ。お主に聞いておるわけではございません。
に合わせてそれらしく終わらせていただきました。さあ、皆様、とてつもなくレアなものを見ることができましたな。私、このようなハプニングはこれまで御神道の化身として約1年半と当世を生きてきたのでござりまするが、初めてのことでござりまする。刀が飛んでいくなどと、皆様ラッキーでござりましたな。さあ、この度の演目は以上でしまいでござりまする。しかし皆様にはフルの完璧なものをお見せしたかったのでござりまするが、その点は申し訳ございませんな。しかし次回柳川にお越しの際はもっと完璧なものを皆様にお見せすることができると思っております。故にまた柳川にお越しくださりませな。私は毎週土曜日であるならばいつでもお待ちしております。さあ、本日は誠にありがとうございました。びっくりでございますね。さすがの私も動揺を隠すことができませんなんだ。いつものことならばすっと流すことができるのでござりまするが、さすがに稲妻水に照る月の最後の最後の主役である剣舞のところで剣舞の剣がなくなってしまうのだと、まあ正確に申しますと、剣舞と書いて刀の舞と書いて剣舞と呼んでくださるな。剣ではございません、刀でございまするから、まさか剣舞で剣がなくなってしまうのだと、あれほど焦ったものはございませんな。まあ、せっかくでございまするから、おとなしでよかったら見ていってくださいませ。それが私のせめてもつがいでございます。もう飛んでいきませんよな。では皆様、おとなしでございまするが、よかったらお写真を撮っていってくださいませな。さあ、バシバシ取っていってくださりませ。ありがとうございました。かっこいい。さすがにお主も金甲をかぶっておって松さには負けてしまいまするか。お主は日陰で休んでおいてください。さあ、では皆様、これよりおもてなしの方に移らせていただきまする。皆様からのお写真の対応もいたしますゆえ、よかったらお声掛けくださりませ。さあ、こんにちは。何やらよさげな乗り物に乗っておりますが、何と申すのでござりまするか。お主でござります。これは何という乗り物でございますか。天使天使と申すのでござりますか。この乗り物は何という名前でございますか。天使でございますか。二天使と申す。タイヤが2つで二天使と申すのでござりますか。ありがとうございました。二天使でございますか。また一つのせいに詳しくなることができましたな。さあ、では私のお写真を撮りたい、私をお写真で撮りたいというお方はお声掛けください。お待ちいたしておりまするから、ぜひともまた遊びに来てくださいませ。本日は誠にありがとうございました。
ということで私はこたびで退陣でございます。こたびで退陣、こたびは退陣でございます。こたびで退陣するようなことは絶対にいたしませんからな。私はまだまだずっと皆様をお待ちしておりまするから。ありがとうございました。さあ、取りましたな。ありがとうございました皆様。これからは刀飛ばしの刀と呼んでください。ありがとうございました。まだお待ちしておりますよ。ありがとうございました。良きものを持っておりますな。ありがとうございました。ありがとうございます。また来てくださいな。